こんにちは、あらちです。今回はですね、じゃじゃん、こちらです。美術史入門編、古典から現代アートまでということで、いやー、今回ざっくり美術史入門としてやっていこうかなと思います。まあ、ざっくり知りたいよっていう方、そして大人の教養として、まあ詳しいところまではちょっと大変なんだけど、まあなんか全体的に把握したいなっていう方のために、今回動画を作っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今回のトピックは3つです。1つ目に、この長い歴史を今回4ブロックにしました。4ブロックの説明をいたします。そして2つ目に、じゃあ実際に絵を見ていこうというフェーズですね。そして3つ目に、まとめです。さあ、今回はボリュームがめちゃくちゃあるので、飛ばし飛ばしでやっていきますが、どうぞよろしくお願いします。さあ、まず1つ目に、歴史を4ブロックにしてみました。美術史ね、西洋美術史っていうのはめちゃくちゃ長いんですけれども、その中で、4つに分けました。原始、古典、そして中世、近世、近代美術、そして現代アートです。古典、原始古典というのは、まあ、そもそもね、なんで美術が始まったのかというところです。まあ、祈りの美術ですよね。私たちはなんで生きてるんだろう、で、どう、何を信じればいいんだろう、そういう時に、神様とかね、そこの地域で信じられていた神話とかがあったじゃないですか。その神話のために美術が作られたよっていうところですね。なので、神を媒介として、最初は発展していきます。私たちはなぜ生きているんだろうっていうことから始まりました。中世、近世というのは、まあ、おおよそキリスト教が公認された時代です。で、その時に、まあ、神話というのは一旦置いとかれた時代があって、キリスト教のために絵を描きますとか、そういう時代がありましたね。なので、もうキリスト様、イエス・キリストを描いた作品というのがこの時代バンバンできます。もう国家予算ぶち込んで、もう絵描かせてるんで、もうお金のかけ方とんでもないっていう時代です。で、それでお金かけて、神とか、あとは人、皇帝とか、上流階級の人たちの権威を維持するために美術というのは活用されていきました。神すげえ、俺すげえ時代ですね。はい、近代美術、どういうことかというと、産業革命があった時ですね。産業革命があって、で、カメラも登場してきて、私たちどうしよう、それまでさ、依頼されて絵描いておしまいだったのが、いや、もう俺らどうやって飯食ってきゃいいの状態になってしまったんですよ。そうなった時に、アーティストが、いや、もう俺ら自分たちでこう、何々流、何々派、何々イズムとか作ろうぜみたいなね、そういう時代が始まりました。また宗教信仰の希薄により、それまでね、イエス様を描いてればよかったんですけど、イエス様を描いてくださいっていう依頼もなくなってきちゃった、そういう時代ですね。だから、もう俺流登場が近代美術かなと思います。現代アートというのは、まあ、始まりがどこかって言われたらちょっと難しいんですけど、およそ第二次世界大戦が終わった頃に、アメリカがね、勝利したじゃないですか。アメリカの方に経済がね、移っていった時に、またね、文化というのも移っていきます。そういうタイミングで、また、美術というのは、変わっていきました。で、その美術史の崩壊、それまで西洋の方、ヨーロッパの方でずっと何十年、何百年、何千年培ってきたやつを、もうアメリカ中心にボーンって崩壊するっていう時代ですね。あとは資本主義、産業革命の後は資本主義っていうのが出てきたじゃないですか。で、それを疑問視するっていうような作品もどんどん出てくるようになっていきます。いや、もうそもそも論しようよ。そもそもアートって何ぞやとか、資本主義って何ぞやっていう話をしていきましょうよっていうのが、この現代アートの特徴になってくるかなと思います。まあ、こうやってね、4つに主にブロック作っていきました。さあ、2つ目、言いたくないですか、これね。絵見てね、あ、この絵なんか見たことあるとか、あ、この作品の作者なんか聞いたことある、あ、何々派はなんか、なんか小耳に挟んだことありますみたいなこと言いたいじゃないですか。言いましょうよ、作品見てね。さあ、まずね、こうチャート作ったんですね。ドバーっと、最初の原始の時代から現代アートまで、これをね、上からずっと見ていって、作品と一緒に見ていくことにいたしましょう。まずは、
古代美術ですね。古代美術はあのサモトラ家のニケっていうあのナイキの元になったやつ、サモトラ家のニケとか、ミロのヴィーナスとか、この辺がね登場してくるのがこの古代美術ですね。古代美術の特徴は、まあ、神話に関する美術というのが、まあ、主に登場してくるかなと思います。ギリシャ神話に登場してくる神様を彫刻にしましたとか、あとエジプトだったらエジプト神話に登場してくるあの太陽神ラーの壁画ですとかね、そういう感じで登場していきます。中世に入ってくると、まあ、ここからはキリスト教イエス様を描くっていう作品がどんどん出てきますね。このモザイク画もイエス様と皇帝をこう描いてる。だから皇帝の権威とイエス様の権威を作るためにこの作品が描かれましたよっていう感じですね。ゴシックっていうのはゴシック様式で、これはねあのシャルル大聖堂の、あのステンドグラスなんですけど、そういうねもう神の権威をもう神々しさっていうのをこういう風に表現しましたよっていう時代でございます。神話からキリスト教に移っていったっていう時代ですね。それからルネサンスです。ルネサンス聞いたことありますよね。ルネサンスの中でも一番盛り上がった世紀ルネサンス、この時代に登場してくるのが、ボッティチェリの、ヴィーナスの誕生とかですね。これはあのそれまでキリスト教がばっかりの書いていたんですけど、いやいやいや、ギリシャ神話ローマ神話おもろくねみたいな感じの時代になった時に、このヴィーナスっていうのはギリシャ神話の神様ですよね。でそういうのを書いていった感じでございます。あとはねモナリザとか出てきましたね。モナリザ超有名ですよね。それがもうルネサンス、世紀ルネサンスの時代です。ちなみに、イタリアで中心でねルネサンスっていうのは登場してきたんですけど、別の地域でもこのイタリアのルネサンスに影響を受けて北方ルネサンスというのが登場していきます。バベルの塔とかっていうのがね、まあ、代表作になってくるかなという感じです。その後何を描いているかというのは、まあ、基本的には変わらないんですが、描き方というのがちょっとずつ変わっていきます。それがバロック以降です。バロックというのは、まあ、これあのなんだっけ、フランダースの犬だ。フランダースの犬の、あの最終話に出てくるやつなんですけどね、こういう風にねこう劇的に描きますみたいな、そういうのがバロックの時代になっていきます。あとはね風俗がこの真珠の耳飾りの少女っていう、あの真珠の耳飾りでターバン巻いてあの東洋風の服着てるっていう、あの東洋コスプレしてる少女なんですけど、まあ、そういう風俗画とかが登場していきます。ロココ様式は描き方、お花畑です。お花畑に貴族の女性を描いているっていう時代です。新古典主義は、いやもう宮廷反対です、お花畑反対ですって言ってゴリッゴリのやつとかを描いてくる時代ですね。でそっからまた反論して、いやもうロマン主義、いやもう感情論でいこうぜ、もうなんか俺らにこう湧き上がるなんかこういうなんかもうふつふつとしたやつを描いていこうぜ派閥とかっていうのがね、まあ登場してくる時代ですね。まあまとめると、この中世とか近世というのは、まあ神話からキリスト教に移っていた時代からですよ。で技術、あの技法とかね、このルネサンスの時代に油絵が登場してくるので、技法とか思想、まあ、誰がトップにいるかっていうのにもよるんですけど、技術とか思想でだんだん分岐をしていく。そして表現方法が変わる。何を描いてるかっていうのは基本的にはそんなに変わらないけど、表現方法がちょっとずつ変わっていくよっていうのがこの時代になっていきます。さあこの後産業革命ですよ。でカメラも登場してきます。俺らアーティストとして飯食っていけなくなっちゃった、どうしようっていう時に、もういろんな人たちが、俺が思うアートはこうだ、いや俺が思うアートはこうなんだ、何々派何々派、いや何々イズムめちゃくちゃ出てきます。さあよく出てくるのは、例えば印象派ですかね。印象派クロードモネも超有名ですよね。日本人大好きね。あとはね世紀末芸術とかね、グスタフ・クリムトのこれ接吻なんですけれども、金ピカピンのねこういうやつとかも出ていきます。あとはアーティストがね、いや俺ら飯食っていけねえじゃん、どうしようってやっている一方で、ちょっとデザイン寄りになったっていうね、人たちもいます。で例えばバウハウスとか、
あとはアールヌーボーとかね、そういう感じで、発展をしていくっていう感じですね。まあ、こう分岐していくんですよ。もうこの分岐していますっていうところからも分かるように、いやもう俺らこれからどうやって飯食ってきゃいいねん状態ですね。さあその後20世紀もずっとやってます。俺はこのこれ派、俺はこれ派、何々派、何々イズム、ずっとやっています。例えばキュビズム、パブロ・ピカソですよ、アビニオンの娘たち、これがねもうとんでもないあの問題作というか、もう注目を浴びたんですね。いやもうピカソどうしたんじゃと、お前もうちょっといい、なんかもう写実的な、なんか見て美しいやつ描いてたじゃん、どうしたみたいな ね、俺はこういう派閥で描いていくんだっていうやつですね。あとはシュルレアリズム、ね、サルバドール・ダリの記憶の固執とかっていうのが代表ですけれども、まあこういうねシュールなものっていうのも登場していきます。でこの辺がまあ近代美術のあたりかなと思いますけれども、もうどんどん何々派が出てきますし、もう数えきれないぐらいたくさん出てくるかなと思います。現代に残ってるだけでもね、もう数えきれないですからね。さあその後現代アートです。現代アートを作った人物っていうのは、まあマルセル・デュシャンのこの泉を作ったやつとかの人なんですけど、マルセル・デュシャンだと言われたりもしています。ただデュシャン自身はダダイズムの系譜で語られることもよくあるので、まあこの辺がね、あのこっからが現代アートです、パキーンって言い切れない部分かなと思います。ダダイズムの、マルセル・デュシャンの泉という作品が主かな。そしてあの抽象表現主義とかっていうのも登場していきます。ジャクソン・ポロックのねナンバー 17A とかっていうのが登場していきます。あとはポップアートです。アンディ・ウォーホルのマリリン・モンローとかね。このマリリン・モンローなんで書いたかというと、アメリカに経済が移っていった時に大量生産大量消費をしていくじゃないですか。でそのハリウッド女優とかもうテレビに出てくる女優さんですら大量消費をしているんじゃないかっていうことを表現するためにマリリン・モンローっていうものをモチーフにアートとして持ち込んでいったっていうところが、まあ象徴的かなという感じですね。さあこの後ね、私あの太い線入れてないんですよ。っていうのもこの系譜でこうなったってどんどん言いづらくなるんですよね。だからもう歴史ってまだ続いてるんですよ。現代アートって今まさにこう私たちの目の前で起こっていることなので、まあここからねどん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 精査して何百年後かにはどんどんすっきりするのかもしれないんですけど、今まさに起こっているのが現代アートです。シュミレーションニズムのジェフ・クーンズかなと思います。これねステンレスでもう巨大なバルーンを描いたんですけど、まあ、そういう、まあ、資本主義に対してこういうねアプローチをしていくっていうね、かなりビジネスマン寄りのアーティストなんですね。だからビジネスマインドを抱えたアーティストというのが現代では結構出てくるかなという感じでございます。さあまとめいきましょう。今回、美術史、まあ、主に西洋美術史ということでお話をしていきました。4ブロックに分けましたね。で、きっかけというのはそれぞれ、原始古典は祈りの美術でした。ね、神様のために、美術を作る。中世、近世っていうのは、キリスト教に転換していった時に、まあ、経路が変わってもう国家予算バンバンつぎ込むってい う、 もう超巨大規模になっていったっていう美術ですね。そして近代美術というのは産業革命とかカメラが影響して、いやもう俺らどうすればいいんだ状態です。現代アートは、まあ、第二次世界大戦ぐらいがきっかけで、まあ、アメリカに市場が移っていった、経済が移っていった、そして文化も、そっちに傾いていったよっていうタイミングでございます。何を作ったか。原始古典はその神の姿を描くために一生懸命描いていました。中世近世は神とか人物の権威を描くために一生懸命作っていました。でお金もかけるし、めちゃくちゃでかい壁画を描くし、天井画描くし、恐ろしいぐらいにあの彫刻作品細かいの作ったりとかしています。近代美術は俺流をめちゃめちゃ描きます。だ俺らはこれで食っていくんだ、俺はこういう流派で食っていくんだをいろんな人がやります。現代アートはもうそもそも論語ろうぜと、アートとは何ぞやと、資本主義とは何ぞや、問題定義をするっていうのがまあ主なブロックかなと
思っています。さあいかがだったでしょうかね。何枚か出させていただきました。そんな中でですね、やらちさんと何枚かは見たことありましたけど、いくつかの作品は見たことありましたけど、いや全部はさすがに無理ですという方もいると思います。あるいはいやもうちょっと詳しく知りたいです、ロマネスク全然触れてなかったですよねとか、いやもうあのコンセプチュアルアートもっと知りたかったのになんで飛ばしたのって思っている方もたくさんいると思います。この番組はですね、このチャンネルはですね、あのそういう美術史の話をどんどんしていこうかなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。それでは。Thank you.